皆さんおはようこんにちはこんばんは、ミオです。ちょっと髪の毛のボリュームがちょっとやばすぎるんですけれども、まあ無性に悩まされながらなんとかなんとか来ておりますみたいな感じで、本当に春が来たよってことは夏だよってことで、冬の終わりから春はですね、花粉がひどすぎるので本当に春をすっ飛ばしたいんですけれども、ごめん、春が大好きな人ごめんね。本当に花粉が嫌だから本当に嫌なんだけど、まあ、気分は夏ですということで、まあテンション上がってます。今回の動画なんですけれども、久しぶりの新一さんの動画になっております。3月の13日からなんか春の 80% オフ祭りが始まったらしくって、私はその通知を知り、あ、やば、買わなきゃと思って、ちょうどね、昨日私衣替えをして、春の服これ売ろうとか、これは今年着ようみたいな感じですごく精査をした段階だったんですね。なので本当に春服買おうかなって思ってきたタイミングで、新一さんがあなた 80% だよって呼びかけてくれたんで、私はじゃあ行きますよみたいな感じで、今回は、シーンさんのそのお買い物風景みたいな形で、動画を撮ります。次の動画では、おそらくシーンさん届いてるかなと思いますので、シーンの購入品をですね、実際にどうだったか、みたいなところ、レビューを含めて、購入品紹介していきたいと思います。それでは、長くなりますので、レッツゴー !OK! レッツゴー。そもそも今回買いたいものが決まっていて、いつも決まってるんだけどね、とりあえず私がしたいコーデバンバン紹介していきます。まずこれ、これすごい可愛い、まあ、今ね着てるようなこのジャケットの中に、まあ、デニムジャケットっていうんですか、デニムシャツなんですか、デニム系のものを揃えてるって感じね。すごい可愛いのよ。まあ、それやったりとか、ベリーからなんかの雑誌でね見たんだけど、このねブラウンのコーデやりたいと思っております。真ん中も右もめっちゃ可愛いんだけど、とりあえずこういう大ぶりのシャツも欲しいです、襟がねみたいな感じ。アンドこれやばいです、ビビで見ました、エモダさんの中からトップスあるらしいです。今もね同じようなトップス着てるよ。まあすごいね似てるような感じなんだけど、もっとちょっと奇抜系のやつ欲しいなと思ってます。うんうん、これちなみにシーンで買ったから、あ、てかこれもシーンだから、え、よくね、打ち合わせした？レイヤードってやつ、レイヤードってやつやりたくって、やっぱジャケットたくさん持ってるんだけど、そういうフーディー系な、なんていうんですか、コーディネートやったことないので、ちょっと今回スポーティーに行きたいぜって感じで、スポーティー目指していきたいと思います。あとはシンプルに、ニコルが可愛かった、なんだこれ可愛すぎ、ちょっとみんなに見せたくて言いました。すごい可愛いよね。あとはインスタでちょっと見たんですけど、すごい可愛いですね、このワントーンでちょっとコーデを組んでる感じだったりとか、あとはこれすごい可愛いです、このやつもやりたいです、私本当にやりたいです、やりたいものが本当に多いです。女の子って楽しいね、こんなこと考えてると本当に女の子って楽しいなんだけど、キャンメイクのさキャッチコピーって本当にそのままだよね、女の子って楽しい、うんそうだねって感じだよね。あとはあこれもやりたい、同じようなコーデやないかいって感じなんだけど、これもやりたいと思ってます。なので、まあ、カラーのジャケットだったりとか、あとはシャツだったりとか、フーディーだったり大ぶりのシャツだったりとか、ちょっとすごくいっぱいありますので、ぜひぜひ見ていきたいと思います。シーンさんはまず私はネットでこうやって調べますと、でそしたらトップ画面にこういう風に、春の 80% オフでやってるよみたいな感じで宣伝アピール、画が強い宣伝アピールみたいな感じのページが飛んできますと、まあ、タイムセールが一番上にお得なやつがねあった、550、すごい安いねだったりとか、あとは3点以上2点以上だったりとかあるんですけど、私はまず一番最初にこのトレンド柄探すっていう春を彩るファッションっていう、ちょっとカラー系が結構強めそうなので、これ見ていきたいと思います。あ、早速カラーだね、あすごい可愛い、この黄色のねやつめっちゃ可愛いですね。とかあとは、あすごいな、あ形もめっちゃ可愛いですね、なんかこのダジーの、またダジーがよ、ダジー強いな、これなんかちょっとね、なんですか、パフスリーブになっている方がねなってるようなおシャツさんだったりとか、え本当に柄もめっちゃありますね、めちゃめちゃ可愛いですね、すごい可愛いですね。私シーンさんめちゃめちゃレビュー見ます、めっちゃレビュー見ます、めっちゃ写真見ます。あなたに撮ってくれた写真はね本当に私の大参考になってるのよ、本当金メダルあげたいぐらいだね。あでも本当にこのダジーのこれはめちゃめちゃ可愛いですね。私の一つポイントとしては、可愛いなって思った商品があったらその関連からめちゃめちゃいい商品に出会うことがシーンさんあるのね、本当に大確率でその関連の写真でめちゃめちゃこれ買いたいとかこれじゃんっていうアイテム出会えるから、まず関連をちょっと見ていきたいと思う。追加購入をして割引を受ける、これは多分セットモデルですね、さっきトップ画面で出てきてた2点購入でなんとかとか3点購入でなんとかみたいな、その割引対象のものを表してますね、表してますね。あ、大ぶりのシャツ着ました、いいじゃない、こういうのよ。でも割と黄色ね、これ
ちょっとお気に入りしちゃいますけれども、レビュー見るとすいませんね、大公開して、あ、割と黄色ね、私結構白が欲しいのよね。ちょっとこう関連いきます。またこのね、最高評価とか書いてあるものありますけれども、最高評価っていうのはいろんな人がですね、あのこれ良かったよって大レビューだよ、大レビューってなんだよって感じなんですけど高評価をしたっていう商品になりますね。すっごい可愛い、めちゃめちゃ可愛いですね。あー、でもレビュー見ると、あ、結構下着は透けますとか書いてありますね。なるほどなるほど、あ、海外の人も結構買われてるみたいですね。で、こういう英語とかあった時にどういう風に翻訳していくかっていうと、もう簡単に翻訳っていうことあります。これ日本語にしていただきます。そうすると日本語はですね、こういう風に Google さんが出てきます。本当に Google さんありがとうございます、いつもって感じですね。シャツね、カートに入れました。え、まあ、どんなものが入ってるかみたいなところは購入品の動画で見ていただければと思います。すごいガッツリと毎日ちゃったハって感じで、次はですね、どうしようかな。人気ランキング、 T シャツとか結構やっぱ売れてんだね、春の時期だもん。へえ、パジャマって高評価なんだ。そしたら次カテゴリーから探していきたいと思います。私はトップスに行きたいと思います。柄のシャツとかね、欲しいって言ったじゃん。早速柄のシャツめちゃめちゃあるやないかい。どうしようかな、めちゃめちゃ可愛い。こういうとこでさ、いらんもん買うんだよ私って。ちょっと行く、いい、この動画ちなみに私カメラ目線になること本当に少ないんですけれども、それはご了承ください、本当に申し訳ございません。めっちゃ可愛い髪の毛、結構海外の商品、わお、結構海外の商品って柄強め多いっすね、最高だね。なんかトップスのところには私の欲して柄シャツだったりとか、ブラウス、 OL のねブラウスがちょっと見当たらないので、逆に検索をかけていきたいと思います。ブラウスで検索をかけるとこんな感じですね。あ、かわいい、やっぱパフスリーブのブラウスめっちゃかわいいですね。また押しちゃうし、超かわいい。こうやってね、イランも多分お気に入りするんだよ私は。やめます、あ、やめました。あー、かわいい、2069円、1092円だって、めっちゃ安いね、超安いじゃん。でもこういう関連にいいものはあんねんだよ、お姉さま。いろんな人がさ、シーンの購入品動画上げてくれてるじゃないですか。ほんと私、全部と言ってはちょっと大げさだな。ほとんど見てる。ほんとにありがとう。あー、そういうものも結構多いですね。やっぱりこの時期だからね、多いのかもしれないけど。あー、これもめっちゃ可愛いね。あー、でも春だからそうだよね。半袖七分的なのは超いいよね。てか、こういうサングラスなんで似合うの？マジで。シワクチャーだじゃなかった、かわいいサイズもから、ほんとだ、かわいいね。あ、でも私にはちょっと似合わないふわふわ系のブラウスだなこれ、多分ねえ、ん、ねえ、あー、めっちゃかわいい、これなんかお手手がシワクチャーのものあります、これシワじゃないですみたいな感じ。したら買うんだろうな、なんか大体わかんない、私これ買うんだろうなって、結局買うんだろうなみたいな無駄な商品とかさ、めっちゃ安くはないか、1540円。お、めっちゃ可愛いこれ、超可愛い。あ、白もあるんだな。あ、でも白も私多分似合わないんだよな、黒が似合っちゃうんだよな結局。こうやってさ、自分の身長と体重を乗せてデビューしてくれてる人って、なんでそんな髪なんだろうね。私絶対自分の体重なんて言いたくないもん。あ、でも同じようなシャツある、1200円。レビュー後ってやばいね。はい、次、私なんか急にニットトップス欲しくなったから、ニットトップスって調べるね。ほう、でもさ、割とシーンさんってほんとでかいかちっちゃいかのどっちかだよね。通常のサイズがないんかみたいなとこありますけれども、でもシーンさんってさ、すごい優しいのは、S はこの身長の人からこの身長の人で、ヒップとかはこれぐらい だからそれぐらいの人には S だよみたいな感じで、なんか促してくれるようなことがめちゃめちゃあるから、失敗は多分ちゃんと見ればあんまないと思うんだよね。あ、すごいかわいい、これなんていうの、これアンサンブルっていうの、わかんない。めっちゃかわいいですね。あ、でもこれメタルのチェーンついてくんのかな ?5 だって評価。やば。チェーンは軽くて安っぽいけど、パッと見はわからない。チェーンついてくるんだって。私チェーンなんていらない。ちょっと余計なもの見てるんでやめます。私ちょっとレザージャケットが欲しいので、レザーのジャケットも見ていきたいと思います。カラーのジャケットじゃなかったのかよ。
黒のねジャケットシーンさんのめちゃめちゃいいよってあの TikTok で上げてる子がいて、あそうなんだと思って。確かに見た目はいいんだけど届いた時の質が結構大事じゃないですか。 4.84 うん、あ割と何レザーの本当にジャケット感あるね。私そういうのじゃなくてこういうジャケットが欲しいんだよね。なんて言うんでしょうかそういうのは。あすっごい可愛いこれ1611円、安っ。いやでも私着ちゃったら結構仮面ライダー感強そうだなこれ。超可愛いんだけどね。あーでもあ TikTok ですねごめんなさい晒しちゃった。なんか可愛いもの見た時って女の子ってこう変わりますよね。共感共感できたし、いいねボタンお願いします。そしたら次カランのジャケット見ていきたいと思います。さっき私が見せたねグリーンのやつですね。グリーンが目的です。あちょっと違う、ちょっと違いそうだね。3110円、結構高いね。形いいじゃんと思ったの。結構硬いじゃない、高い。これいいんだけどちょっとグリーンの主張激しいよね、深めすぎるよね。あと素材がね割とちょっとデニムっぽいのよ。ほらほらね、ちょっと違うよね私が欲しいのと。どうなの、どうしよう。ちょっといいねボタンだけ押しとくねいいねボタンとか。もうここがちゃんとしっかりしてるものってほんと可愛いです。ほんとに大好きです。これさハートめちゃめちゃ可愛いんだけどさ、近くで見ちゃうとなんかすごいガーリーだね。私多分こういうの似合わないの。でも評価 5.0 だって、すごいね、すごいわ、満点だって。超可愛いですね。柄のシャツも見ちゃってるじゃないかい。やばいよこれ、時間かかっちゃうよだって。ほんとにさ、ほんとにさ、ほんとにだよ、ほんとにだよお前、ほんとにだよ。超可愛い、めちゃめちゃ可愛いですね。ああ大人っぽい。やっぱりなんかシャツを中に着るのが主流なのかな、ジャケットには。超可愛いですね本当に。そしたら続いてなんかわかんないけどセットアップ見ちゃい、見ちゃい。スウェット&スウェットってやるとあのセットアップ出てくるんですよ、シーンさんって。こうやって超可愛いじゃないですか。でも多分スウェット裏肝がさっき言った通り多いから、本当裏肝じゃない分厚くないものを選ばなきゃいけないんですけど、感じでですね、ちょっと長々とした動画になっちゃったかなと思うんですけれども、私ちょっとカードに入れてもう決済を済ませております。ということでどのような商品が届くのかみたいなところはぜひ次回、次次回になっちゃうかもしれないんですけれども、次次回のですね動画をお楽しみいただければと思います。そしてそしてお得な、なもう春まだ始まったばっかりなのに春の 80% オフセールやっておりますので、春の商品もお得に買えるチャンスとなっております。ぜひシーンで楽しいお買い物をしていただいて、春もダフに負けないように頑張ろう活動。それは私だけなんだけどね。ということで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったなと思ってくれた方、いいねボタンとチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。見たこともないし。